所以老师说，既然知道自己几个摩流的背景行为哈，就是要天天给自己时间看书、看佛书。我会记录几下，做可以基本上记录下咯。老师说，因为真正的佛法不是你记得就是对的。对啊。那个我会记录，我是记录这些呢。我是记录から、絶えず教えようにまた引っ張ってもらうね。老师说呢，会忘记才好。因为会忘记，才会自己，才会督促自己呀、啊。信心佛法。对呀、啊，就是点通耳边。就是自存自孝啊。是自信。对，图多读多闻。昙花天明道。如何能存？一无杂呢，自存自孝，是达圆觉正入的境界。这个自存自孝是不是？是不是这个光明上说的？以光明明号摄化十万而摄化无一，但是信心求你嘛。先生，その元気の中にね、そのただたくさんの本を読んでたくさん文法して、でも生命度にその迷ってる。でそれは純一無造にならぬことはできないと。で、ここは四純四空の人は初めて円下承認の信教に入ると。で、この方がね、ここにいてる四純四空の意味は、どういう意味ですかと。そう筋に行くね。だから、素直に行く、だからお商業をね、仏説として、仏説を仏説のごとくに、このお敬いする気持ちで、自分が勉強するのと違うね、自分が勉強して分かったら、もう、仏さんをほかしてしまうよ、それはあかんねん、それは順と違うね。老师说、这个自存自孝意思就是说ね、就自己看佛书，不是我在看佛书，是佛的力量拉着我来亲近佛书哈。但是很多人来看佛书，他都不是佛的力量，他都说我读了很多的，我懂了很多的，我学了很多的，就是我都跑出来。那不管他这样的人，他在懂再多有没有，读再多，闻再多，他都还是在千迷道里面哈。所以这个自存自孝就是说。就是一心归阿弥陀佛，就是一切完全都是佛的力量，自己看书是佛的力量让自己看书，一切都归功给佛这样子。这个自存自孝就是没有我，没有我，好吧，就忘我就对了。对，有的只是佛的功德力，老师这样子讲。那自分が勉強してやな。お修行を読んで勉強して覚えてっていうのやったら、仏様と対等になっとるの、仏様はバカにしとるの。那么老师说，我读了很多，我记得了很多，我学了很多，有这种心态的话，都是把自己看得跟佛一样高，一样平等。那老师说那样的话，都是傲慢的心了。仏と自分とは段が違うち。仏は百点の人。用我的点的你。老师说佛跟我们啊，佛永远都是百分，我们永远都是零分。但是我们学多了，听多了，很容易就自己变得高高在上，然后把佛看得很扁，看得很低，这样子，这是众生最大的缺点了。だからお経を読んで自分がお経をマスターしようとするなんてなことは、自分が高上がり、邪見狂慢や。所以我们读佛经有没有？不是我可以读佛经了，就是说，如果认为自己这佛经我已经读了几遍又几遍，有这种心态出来的话，那个都是还自不量力，因为佛经不是我们能够读的。だからね。その中にはないかな。非常之言不入他人者。非常能讲。今言いました。有人の耳に入らず。那个老师八月八号讲的那个，我们都差不多快要对了。有人の耳に。
伏牛，哎，很好啊。有能工就在。哎。嗯，这是贪婪，哎，对，人讲的，哎，贪婪大师，哎，不是，是说这个非常之眼就是佛说，啊。这佛说也是解脱法啊。所以我自分はね、どうしてわからそうでよっていうのは、対等にしても同格にしても、所以だから常人の耳に入らないから、だからここに大事なのは、尊敬の念と、将来の念と、将来これがなかったら、老师说呢，最重要的是我们学佛的人呢、要心存这个对尊敬之念。然后要有顶礼的心，这个是最重要的。嗯，だからいつも言うてるでしょ。これは百点の世界。承認ってこれは零点。好，所以老师已经就常常跟我们讲，这个佛都是百分，这个都是零分。但是我们常常啊，就是说。我们上就是读佛经读多了有没有？我们就想要解这个佛经有没有？老师说这种心态都是忘了自己是常人。我跟高温的感佛看得跟我一样。哎，对。或者比我更低。哎哎哎。困难在这里啊。哎，对。很难。哎。因为我都不知道佛到底是没办法想象嘛。哎哎。他说你师长把他认为说太高差不多。哈哈哈。对对对。先生知らないうちにねこれを聞きながらね仏様も低く似てるんですよ自分が高上がりすると、だからこれは一番難しいところですとここにこう、はい、このボールペン見えるかいやここからこうして、これ見えるかあんた見えるかあそこにそう、ね、見えるあそこ你可以看得到那支红笔吗？你見るか？你眼睛能看得到吗？可以。そんな目目でして分かるか？はい。見えると。いやこれ入れたから。老师说，因为你看到老师放进去了。如果你没有看到老师放进去，你知道红笔在下面。啊，你是讲，但是黄龙讲张纸压下头看过。嘿，对对，嘿嘿嘿。这个这个没注目点呐。嘿，老师讲给你把酒开开。嗨。对啊。老师讲，我们山哪里啊？老师讲，没啊？给你。今嘛今，哎，你看，一共今嘛这耳边坑，老师坑上面有嘞，可能更快掉。この髪の山哪里啊？还見えないと。見えないわ。さっき意味が私の意味通訳の意味がわからなかった。髪一枚でも見えないと。あとしもしの意味ですよ。はい。しかしこの仏様はわかからやったらこれ見えるんやで、みんな。但是佛眼的话，他都看得到。嗯，嗯，我跟他讲，この按照そこまで見えるね。老师说不止看得到，只能下面什么？哎，看得到你的心在想什么？看得到老师的心在什么？看得到那个他的心在想什么？目光就在那里面了。老师说，那个即使佛他眼睛没有看我们，即使佛背着我们，他也看得到我们。他是那个圆通自在的。嗯，所以呢。同じように自分と同じように見てるうちに、だからお経読んだかでお経読んで分かったって言って分かったっていうのはこのここで分かっただけなの。所以我们读佛书也好，佛经也好，读了自己就是以为自己懂了，有没有？都是自己在懂而已。文字が分かったって言って。只是懂了那个文字而已。文字でさえもなかなか分からへん。他是老师说这个文字是很难懂的。だからいかに自分が霊天の常人やっていうことが、ここ一月かな。所以透过读佛书，就是说我们可以去看到自己说自己的灵魂是
到什么程度，这个常人是常人到什么程度，可以知道透过这个读佛书。我在佛陀给你带来了，佛陀给你买一次来呢，我说买一次来说来是不是在所以这样的我们，这样常人的我们呢，到佛前我也是顶你的份而已。それを忘れてしまって、これを伏せてしまって、自分が解釈しようとする。所以我们常常是忘记这个顶你的心，尊敬的念有没有？然后自己去解释这个佛经哈。那莲分的解释不是哪里呢？老师说这个莲分去解释的解释没有办法。所以在我们解释不可能无莲分。老师说莲分的解释也是莲分。だから仏説に対してはね、仏説に対しては、合心だけのもんで、所以我们的态度只是对佛说有没有？我们只能心存养性而已，我们只能养性而已。那个可以啊。木啊的。心胸那么多，这种养性的世界就是真宗所讲的无我，这个跟一般圣道门所讲的无我不一样的。那个开小部分，这个蛮正确的。所以有这种动作出来，那个就是错的啦。那他们开小部分也用得着呢。就是我们的知见哈是帮不上忙的。太热切。好，欢迎你们来，欢迎你们来，好，阿弥陀佛。有问题吗？没有了。没有了。没有了。回答完了。我的问题只是请老师说这样是不是而已，不用跟他们讲解了。这个先生，これはその学校さんの奥さんのその。これを先生に見てほしいと、これが間違いであるかどうか、正しいかどうかと。はい。これ皆さんに言わなくてもいいと。はい。この三回六回な。はい。この修行の心と、修行の心に信仰と消滅があると。つまり覚悟と迷いがあると。これが未修人士です。未修人士はこのまま持っていったらいかないね。老师说不可以把这个带到这里。これはこの仏のこれの時に使う。老师说这个正入门。新解脱者。はい、只能用于真解脱者。新解脱者。この常人は。はい。主人心はどこまで行ってもこれ凡夫ですよ。老师说两种身心只能用在于凡夫的身上。主人心は老师现在写これはどこまで行っても凡夫ですよ。两种身心都是在讲凡夫。凡夫ですよ。凡夫のこれの自覚なんですよ。是凡夫的自觉。在凡夫的自觉上有这两种身心，我意思是说，是说我们这边来看，因为这里没有位置了，是要讲这样子，是我们从我们这边，就用这老师看这边，これはやっぱり違う。老师说不是，不是这样。これは学理の方で行くね。学理。老师说学理。仏教学の方から行く。学理上。学理の方から行く。二重人心は、これはもう宗教体験です。老师说两种身心是一种宗教体验上的，不能拿到这里来。宗教体验。宗教体验。宗教体验。要实际。これ純純粋信心の世界です。信心，纯粹信心，就是信心。我这样子，这样我就知道。这个，これはね。这里是当下。
老师，你说说的是谁？最重要是这个地方了，这个是我们的地方。哎，我们可以再看我吧。啊。やっぱりこれが、これが物質であり心経です。这是佛的世界真解脱。心经的教呢？真解脱境的啊，真啊，真解脱的境界。如果呢，心消灭之末になりますね。これがこう、二つにこう。但是心生灭门的话是这个，他心动了，でここに生灭出来了，啊。这个是能见，哎，能见少，哎，主观が出てる。能见相就是主观。これが。有感受。境界相。境界相。これが客観なんです。こっちこの。六相。これがこっちが、はい、分裂するでしょ、はい、この分裂最初の分裂したところが、はい、三才になってくる、はい、老师说这个圆圆的是我们的心嘛，有两个尾巴过来就是心分裂，就是起心动念的。那么老师说第一次分裂就是叫三系。これがパッと分かれる、就是分かれるのが一つ、一起これが二番になり、はい、これ三つ、これで三才になる、はい、ですこの三才の世界で、この客観の世界を開いていくとね、これがずっとこう六層になる。那么这个客观 的世界在分裂的话，就是这个六層出来的。六層にこうなっていく。これみんな心ですよ。あ、都是心。けどこれがここ分かるでしょ。分裂するでしょ。分裂。これが無明になっていくんですよ。無明の心分裂就是無明的。のこの。五層。無明五層やな。五層です。能見相。無明五層やってな。はい。で、普賢層になり、境界層。これが三才なんですよ。これが一つ。二つ。三つ。これが一番。ところは、二番と、三番やけど、これは同時ですよ。老师说，讲的说是一二三，老师说这是同时的，同时。だからこれをここへスーッと元に戻してしまって一つになってしまったら、これが本当の真解だと。老师说这个两个一般没有了，这个就是真解脱境，也就是涅槃境。だからこっちは無明なんです。好，那么这个状态就叫无明。こっち前の心です。あ、这个就是。こっちは悟りの心です。这个是迷的心，这个是悟的心。仏様は、これがないんです。これがない。所以佛他是没有这两没有分裂的。我々はこれがある。啊，我们的话是这样。分裂そうか。我们的心分裂。だからほっとこう見える。見えるということは自分の心が、分裂させて見てみる。だから心が、心が分裂して、そして見る心と見られる世界ができてくる。だから心が心を見ておるんですよ。老师说，我们一看得到东西的时候，那个就是那个就是迷了。所以老师说是心在看心。意思就是说，看到东西就是起心动念的。看到心就是地狱业的。老师常常讲，他在日本。だから私が見ていると、あんたを見ているように見えるけども、私の心がこの人を作り出して、そして心が心を見ているんです。老师说，就是说，反过来看来是我看到你，好，就是你跟我不一样，但是实际上不是的，是我的心把你造出来，是我的心。これがあるのと違うの。不是这个有，是我们的心造对方出来的。那个自分的心心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 
照对象出来。嗯，不是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 ，老师在讲哈。コボロは直し、オウメス。光化石，先有光化石。諸々の世界を作るか。諸々の世界。はい、脳が。脳、脳力の脳。脳が不自由。脳が不自由。修修手。この修か。はい、修修手。先生、今神さんがね、その、そうだったら、先生が今、自分の心を相手を作ったと。じゃあ、私は、毛像ですね、毛ですね、と。このように、解釈されたんですが。はい。それは自分が化け物やな。はい。毛ですよ、そして毛です。はい。对老师说是假象没有错。嗯。この仏は作るもなければ作られるものもない。好。老师说佛他不制造这些东西出来的。佛陀の場合やったらこれも絶対無ですよ。老师说佛他是绝对无的存在。絶対無ですよ。心動かへん。老师说佛的心是不动的。絶対無は同時に。绝对无的同时啊。就是绝对有。もう分からへんですよ。老师说这个我们就不懂了。だから心が世界を世界を作るね。所以我们的心把世界造出来。だから人の頭をこうやってることは自分の頭を叩くのと一緒。所以就是说我们去伤害对方就等于是伤害自己。老师这个心是指的是先生この心は是指的哪一个どの心ですかこれかこれか、この心これも どっちにも通用できるよ老师说、都可以讲都可以讲仏様でも、この心は絶対無やから無心やからね、神経だって神経だとどこ行ったら、これは無心やからね、老师说佛是真解脱 的境嘛所以他是无心、無心の心、だから無心でお釈迦様なんかやったら無心で、だから見ておられて見ておられない、老师说因为佛他是无心的所以他无心的看众生、だから阿弥陀仏でも各さんを見ておられる心と、知らんかをしてござる心があるんやな、就是说呢就佛呢他虽然是看众生可是就是说他是无心看众生他有看众生跟无心看就是两种老师说的现在絶対無やからこれはな心心一直こういう心地の真智跟那个方向全智真智跟全智根基とか根基の世界には文部とか文部を見てござる在全智的地方看凡夫あるは女の人を見てござる看女众看男众有这个分别出来全智的时候世界を見てござる有这个世界出来真智の世界は全くの無です真智的时候是完全无心的ダーマハの無と一緒ですよ跟那个达摩祖师的无是一样的これが一心の世界ですよ这个就是一如的世界一心の世界ですよだから一心からこの一心の真智の世界から本日の世界が出てきて、この世界が相の世界や。老师说由真智出这个全智，那个全智的世界是有相的世界了。叫无相的世界。这边是无相的世界。禅宗なんかで言うですね、ダルマさんなんかで言うと無相の相を相として。所以禅宗那个达摩祖师的就是无相的世界。我々はこれがなくしてこればっか。我们的话是没有这个，只有这个。
嗯、で自分で自分の主観が客観を作り出してね、哦、我们的主观把客观制造客观出来了、嗯、でこれとこれとで喧嘩するね、啊、然后两个互相吵架两个起冲突それで喧嘩するね、なぜ相手を作り、相手を殴ったり殴られたり、自分で自分の頭を叩いてる。就是说，我们的自己的，我们的主观呢，制造这个客观出来，然后在那里就是隔疼啊。我们说的就是自己让自己痛苦哈。嗯。それがわからない。但是我们看不到这个。それはなぜかというと、この知恵がないの。为什么看不到呢？因为我们没有智慧。新解脱教のこの知恵がないの。我们没有这个真解脱境的智慧。知恵の欠乏です、啊、これが知恵の欠乏になって我们就是缺乏这个真知、嗯啊、知恵が欠乏ですだからこの知恵をもらうのが浄土やな那 我们要真正有这个真知知识就是在净土だからこの往生、はい、往生浄土したら、はい、この往生浄土したこの世界は、はい、知恵をもらうんですよ、はい、所以为什么我们要往生净土呢就是在净土顶戴这个佛智、うん、知恵が開けるんですよ 開佛智慧単にそのお寺で楽するのと違うんです所以我们往生净土不是为了享乐去净土的、はい、是 開这个だからこれが無生の生というか故说是无生之生、うん往生は、はい、無生の生と、はい、無生の生まれないところで生まれないという生まれ方、啊、この時は知恵ですよ、はい、这个无生之生就是智慧了智慧的世界了だからもう死なないや、はい、生まれないやから死なないや、啊、因为是无生之生所以就无始、啊、だからこの時に初めて、はい、不生滅はい、でやがて、はい、無料でそこをやっていくわね、はい、無償の償ですよ、はい、浄土は無償の償なんですよ、はい、老师说唯有证了这个无生之身啊才真正的是不生不灭而这个也是无量寿的だから方お浄土言っても死なならんよ、はい、今の考え方やったら、はい、那么老师说用我们凡夫 的那种思维的话那种念头的话呢还是生灭的世界，那即使到尽头去，也是还是有死亡，有生灭。嗯，你问老师，给我请老师问，要等。那个，この新解脱のここ、新解脱教入ったら、はい。この無生の無生の世界。はい。これが新解脱の世界。老师说，真解脱尽的世界就是无生的世界。無生的我々はこっちやから、そやから苦労がついてまうね。老师说，因为我们活在这个世界里面，所以啊烦恼不断。嗯。だからこういう分裂しているでしょ。分裂しているでしょ。これを颠倒と。啊，这个我们的心老是分裂，所以这个就叫做颠倒。颠倒と。颠倒梦想，嗨，颠倒梦想，梦想啊，有没有这个？嗨，有没有没？颠倒梦想，颠倒梦想，嗨，人家的是吧？だからこの時は、この心が、同じ心でも、嗨，ピュアとこっち、嗨，こっちの心は、老师说一样是心呐、啊，好，这边真解脱境的心是心如止水、嗯，我们这边是波浪，哈、嗯，兴风作浪。嗯，上行ったら上やし、こっち行ったら上やし。有无都是相对的，啊。こっち行ったら下やし。哎，生死。こっちは死やし。是那个。哎，こっちは善。哎。谢谢来。嗯。こっちは自分ですよ、自己ですよ、はいはい、こっちは他人なんです、はい、都是相互でこれでこれで喧嘩して好、再来打架これ無理でしょうか、しょうがない好、老师说没办法、因为我们的心就是分裂颠倒もそうや颠倒梦想、うん、こういう
これが盆仏です。这个就叫做凡夫。だからこのここの往生浄土して、はい、無性の性に入って、はい、不性不滅の知恵をもらわなかったら、哦、絶対にダメな。老师说这个颠倒梦想的凡夫呢，唯有往生净土，证得这个无生之身，到达就是说体证这个不生不灭无量寿的世界，这个才能够真正的开佛智慧，不然没有办法。だから阿弥陀仏はこの新解脱から、はい、ね、この世界からこれを全部くるんでしまって、はい、ね、でこっから、はい、こ、はい、この光を出してくれる。那么老师说阿弥陀佛的伟大在于阿弥陀佛的觉证正觉里面把我们通通含包在里面的，所以阿弥陀佛他不时放这个光明功德出来摄持我们。不懂光明，これが眼力なんです。好，啊，那个就是原力。それを総称して、はい。それなの総称して、啊，这个总称南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。だから南無阿弥陀仏に、はあと、南無阿弥陀仏は新解脱経の空手と思うし、これに、へーっと引っくるめてしまった、はい、もろたら、これが全部、この心にしてもらう、はい、一本の線、はい、波がなくなってしまう。老师说ね、これがなくなってしまう。南無阿弥陀佛是从这个真解脱境出来的。哈，那么南無阿弥陀佛他就是含，就是心包太虚，包含就是说他知道我们，了解我们，然后摄持我们了、啊、所以真正顶在南无阿弥陀佛的人，自然而然他的心就会慢慢的这样子，这样子。我々はこれですよ。那我明白，老师说我们的心就是这个。无我，有无，生死，善恶，自他。まだその他にある。老师还有很多写不完。こっちの人にはこれがないね、はい、仏様にはね、全く、うん、まあ、だからこれがみんな不二になってしまう、これが不二。这边佛呢，他的心就是心如止境的，所以佛的心是不二的。无我，哎，生死不二，莲花不二，三恶不二，自他不二。こんな感じ。好，就是在这里，这里面包含了一切。それが新解脱境。这个就是真解脱境。絶対無。绝对无的世界。これが本当の智慧。这才是真正的智慧。だから、なんぼ脳が賢くもダメな。人間の脳は何も賢くてもダメな。所以老师说，我们的脑不论多么聪明都没有用。いや、けどこの人間世界では脳が賢くなかったらありませんよ。但是在这个娑婆世界，不聪明的话不好啦，还是聪明一点的好。这样子啦，あんた人にも教えられへんやな。老师说，在这个娑婆世界智慧够的话，才能够教众生呢。だけど、ね。この人間の賢いというのはみんな相対です。相対。但是凡夫不管再怎么聪明都是相对的聪明。これはみんな相対とか、相対就是相对。みんな相対です。こっちは絶対でしょ。那佛他是绝对的。だからどうしようがない。老师说没办法，就是这个样子。だから阿弥陀仏のとこ行って、所以我们只有乖乖的，絶対のことをもらう。乖乖的给阿弥陀佛，然后顶受阿弥陀佛的功德。絶対の光明、絶対の眼力。はい。これが南無阿弥陀仏であり、これがまたこの全体が大悲になるんだな。因为老师说，因为阿弥陀佛他是他的功德是绝对的，光明是绝对的，愿力是绝对的。这整个就是南无阿弥陀佛、那么这个给我们众生的就是从有大悲。这个是日语师父，但是我是要听好师看的这一代。跟这个可能江永生这种不能这样讲。这个地方跟这个地方是这样的。先生，じゃあこれが分かりました。明秀先生、これも間違ったも分かりましたと。次は、その私は現在、夢を見ている人と、それで、その、この地獄必要と、それで、ここは、その、小学、門が無心、成就、自他不利。
はい、これが正しいですか、合ってますかと。私もお前が見たらそんなもん死んで自宅になってるから、はい、だからあんたの地獄行きまでね、はい、これ進んでしもてくださってね、ここ進んでしもてくださってね、進んでしもてくださってね、小学この小学の中に住んでしもてくださってね、老师说这个阿弥陀佛的正觉、嗯、这个南无阿弥陀佛里面呢是 把这个抱在怀里面的，所以他不要这个东西，所以这个过过年了，日当妇女该得要入道，日当该得，だからそこでね、はい、今度は、これが大事なね、老师说现在写这个很重要，三弥陀感谢。伊沢本人の小学でしょ、はい、小学の中に住んでくるはず、はい、伊沢本人のところに行ったら、はい、感謝、はい、あで、地獄必要になったら、はい、これは残念、はい、老师说呢，当就是说我们知道，就是说这个阿弥陀佛的正觉不舍我们的时候，自然而然就会心存感谢出来。可那同时又看到自己是地狱必经，惭愧就会跑出来。我就一旦你让你多感谢，弄他干你安心安的都。那么在这个惭愧跟感谢之中，有这个安心的。我那个安心没安心，其他安就变大安心安的都。大安心的那个你感谢多少？让你我弄出个果子的。老师说这个大安心是自然而然产生出来的，从这个感谢惭愧跟感谢。嗯，乔云老师说哈，这是一个理的哈、啊，但事实上是我们跟真的是很密，真事实上跟他们说真的是密不可分的。先生これは理論ですけれども、でも現実、まあ、実際生活においては、うん、阿弥陀様、私たちは阿弥陀様と密接してるんです、うん、はい、だから、はい、阿弥陀仏はやな、はい、これは親とか阿弥陀仏は慈親、私は、あ、我もし、あ、我就是孩子、子宫就是孩子。嗯，或者呢，親子と子供と一つになって、はい、親子と子供に、啊，这个離れない。这个亲子是不分的，嗯、不离的。これは不離。是不離。不離ですよ。嗯，だからいつも。はい。だから子供は親を忘れながらやな。はい。親を忘れ同士やけども、はい、その時々それを思い出しては残念するんや、はい、但是这个孩子呢常常忘记慈亲，也因为这样子才有这个惭愧出来、嗯、子供は 親のことをいつも思ってるような子供もおらへんや、啊、老师说呢、嗯、做孩子呢常常忘记父母，这个就是孩子、はい、私のママとこういうね、はい、まあ、私のままっていうことどそこど どう書いたらいいか知らんけどやな、はい、書こうか、うん、書いてどこに、うん、この子供の自覚に置いてはね、はい、これママです、先生、うん、我のママ、うん、我のママっていう時にはな、はい、あれを忘れながら、はい、安心しとく、はい、那么真就是老师说，这个孩子有这种我的妈妈这种自觉出来的时候呢，即使他忘记常常忘记自己的妈妈，有没有？但是在忘记中，他有这个安心，大安心在。この家的妈妈就多给我听。哎。哦。是说有。心魔，心魔。就是遇到我的妈妈，有这种我的妈妈的提振出来的人呢、啊，他已经超越信跟不信了，所以他不会去强调说啊我已经获信了，他也不会去讲说啊我还没有获信，已经这个已经不用了，不用这两个了。自分の妈妈やったら、啊、信ずるも信じるもあらへん。老师就举一个例子说呢、嗯，妈妈，我相信你是我的妈妈，要不要讲？不用讲，哎，对。そこまで言ったのは本当の。ここまで行ったのがこの大信心です。啊，那么这个世界就是大信心的世界。だから阿弥陀仏に対しても、はい、
在心经は、心は不信言うてる間はまだ、あかんのよ。所以自己跟、自己跟阿弥陀佛的关系、如果还在那里强调信、还是还没有信、那个时候、都表示还不是真正的亲子关系。阿弥陀仏の生涯具合な、この阿弥陀仏の生涯具ということをね、これを、あるいはこの生涯具、あるいは南無阿弥陀仏を、よくよく聞いたり勉強したりするとね、実は本人になってるから。老师说，真正的、就是说，真正的贯彻懂得了这个正觉跟南无阿弥陀佛的人呢、自然而然自他不畏，他就会产生出，就会有这种。自当不会就会自然而然的流露出来的，就会聪明了，就会自然就通过多想。那阿弥陀佛的方から言ったら、自他不畏ですよ。この中にこれ自他不畏ですよ。这个自他不畏是从佛来讲，一つになってこと。一つになってこと。いいか。ね。これが阿弥陀仏の心やね。ほたら自分が信ずるやとか信じないとか、そんなことはみんな不要不要。はいはい。就说呢、这个心如止境的这个心有没有？这个当下就是自他不二，也就是一的世界。那么这个世界呢，就说是不用谈这个信跟不信的。阿弥陀仏のこの姿はやな。この姿は、この一本の姿でしょ。老师说，站在我们前面这个阿弥，这尊阿弥陀佛有没有？他就是这个，就是在表现这个，表达这个。自分と、自他不二。そんな分けておられへん。他是不分众生跟佛的。分けてるのはこっちが分けとるんや。他说，起分别心的是我们，我们在起分别心。分けとるのは凡夫が、この天道無双のこの心で見とるからやな。だから阿弥陀仏を向こうの方に見とるの。老师说，阿弥陀仏はここやな。颠倒梦想的我们呢，起这种分别心，把阿弥陀佛放到对方去，然后自己在这边。だからどこまで行ったってこれですよ。生きても死んでも阿弥陀仏の心はこれ。老师说。我们生也好，死也好，对阿弥陀佛来讲，我们都是阿弥陀佛的佛性里面。他对地獄行ってもこれやから。だから地獄の鬼がもう寄りつけないほど、阿弥陀佛がおられたら地獄の鬼も寄りつけへんや。那老师说，即使我们那个掉到地狱里面去，心存阿弥陀佛的话呢，鬼也不敢靠过来。